マルティーニ島はオランダフロー人間にある町で一番高い境界の先頭である。マルティーニ島はフロー人間にあるグローテマルクトの北東方面に位置している。この島には260段のレンガ作りの螺旋階段と島内部にある62個のベルを持ったカリオンがある。フロー人間の町を一望できるこの島は町の人気観光地の一つと考えられている。 塔の正面には、入り口の上に、不老人間の歴史に関する三人の肖像がある。また調査によると、この塔の基礎は、たったの3メートルの深さしかなく、約0.6メートルほど傾いている。不老人間の住民はこの塔を、D ・オラ・グリーズと呼ぶ。現在のマルティーニ塔がある場所には、2基の塔が、混流されていた。一基目は、ロマネスク建築の、 高さがおよそ30メートルの塔で13世紀に建てられたが雷により破壊された。2期目は高さがおよそ45メートルの塔で15世紀に建てられたが、これもまた嵐が吹き荒れる中雷により破壊された。3期目の塔の大部分は1469年と1482年の間にベントハイムんの砂岩で建てられた。16世紀半ばまでは、 戦闘は完成していなかった。当初塔の高さは102メートルであると推定され、これは当時ヨーロッパで一番高い塔であった。マルティーニ塔はユトレヒトのドン塔に影響された。1577年、スペイン帝国軍とアロニア軍の出発後、第三回廊での建築完成祝賀開示の日の天火により、塔は部分的に破壊された。 しかし残った部分は69メートルの高さを保った。塔は17世紀に修復され、現在の97メートルの高さになった。その後、塔は幾度となく繰り返された自然災害や戦争により、しばしば損害を受けた。塔のカリイオンのいくつかのベルには、第二次世界大戦末期、不老人間を解放した時のカナダ軍の激しい戦闘によって発生した弾痕が、 今も残っている。ありがとうございます。